はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、今日は、成京さんの配達日でした。まあ、とんでもない CA で、えー、まあ、おい、品物置いてからね、15分ぐらい経ってから、あの、行ったんですけど、えー、今日雨なんで、ビニールが被せてあったんですけど、そのビニールがね、めちゃめちゃ臭かったです。はい。あー、もうね、参りました。はい。 えー、しかしまあ、中に入ってるものは大丈夫だったんで、よかったです。はい。 えー、これですね、この生八つ橋です、クリアンの。はいえー、こちらを注文しました。はい、確かね、えーまあ、1000円はしませんでしたね、600円か700円ぐらいでした。はいえー、和菓子派なんでね、はい、和菓子派なんです、私。ふ、はいえー、普段食べるおやつはね、なんかどら焼きとかね、えー、まあ、はあ、そういうものが多いです。もなかとかね、ようかんとか。はい えどうも、和菓子の方が私は好きでございます。なのでね、まあ中華菓子も好きなんですけど、基本的にあんこが好きなんで、<laughs> はい。基本的に、まあ中華菓子もね、ほぼほぼあんこなんでね、<laughs> はい。 はい。どちらかというと、和菓子派でございます。はい。えー、まあ、余談はこのぐらいにしてね。こちらは新しく買った塗り絵でございます。はい。えー、可愛かったんでね。えー、一冊買ってみました。中も、なかなか可愛かったです。可愛い,いです。はい。はい。なんかね、えー、少女っぽい塗り絵がいっぱいかあります。はい。えー、ね。可愛い,いんでね。 はい。よかったら本屋さんで見てください。ということで。はい。えー、実はですね、えー、これが話題じゃないんですけど、えー、ディーゲルさんっていうね、企業がありまして、えー、かなり前ですね。半年ぐらい前になるかな。そのディーゲルがね、えー、2025年だか6年だかの予告、 予告ってこういう風になりますよっていう予想を出すんですよね。その予想が、あーサクッと乗されていましたよっていうね、えーきあのー、動画を出したことがあったんですけど、なんとそのサクッと乗されたはずのえ、もしかしたら内容変わってるかもしれないんですけど、はずのね、ディーゲルの予測が、あまた復活しておりましたよということです。このね、ディーゲルという会社、あのー、なんかね、 えー、聞くところによると、これ確定ではありません。あの、聞いた話です。はい。聞くところによるとね、はい、えー、アメちゃんの、はい、アメちゃんのね、えー、軍事関係のなんか、あ企業みたいですね。そ、そこがいろいろとね、え、今後、この国の GDP はどうなるのかとかね、まあ、人口動態ですね。そういったものについて予測をしているんですよ。 はい。その25年ですね。あと2年先です。はい。い3年先ですね。はい。3年先の予測がああ書いて、えー、また復活して、えー、いましたあか。もしかしたら新しく書き換えたかもしれませんけど。なんと、日本ですね。日本は5分の1の人たちが、あもうね。 えー、お星様になってしまいますよということを言っております。で、えー、GDP はマイナス36%でございます。はい。まあ、そういうことですね、えー。でもね、もっとすごいのがあって、ドドイツですね。はい、えー。3分の1になると言ってます。はい。はい。人の口がね。はい。そういうことです。そして、えー、アメリカに至ってはもっとすごくって、4分の3がね、 えー、いなくなっちゃいますよーって言ってます。はい。えー、アメちゃんに関してはね、4分の3です。はい、えー。いなくなっちゃいますよーと。はい。果たして一体これはどういった意味なんでしょうかということです。まあ何も言わずしもね、わかりますよね。はい。でもまあ、日本の状況、この5分の1っていうのは、ちょ五5分の1だけね、えー、 いなくなるっていうのは、ちょっとね、甘いんじゃないかなと思います。もしかしたら、ああ、なんていうのかな、他の国はね、多分、あのー、意の民民とかね、はい、あのー、まあ、ドドイツなんか今みんな出ちゃってますからね、企業もね、人もね、え他の国、こんな、 こんな国暮らしていけないって言って出ちゃってますからね、ドドイツなんかはね。で、いいのみんみんで減るのかもしれませんし、しかしですね、えそのいいのみんみんするね、先だと思われるよ,ようなね、おじいさんもね、かなりね、かなりいい減りますよっていうことを言ってるんですよ、実は。はい。なので、えー、まあ、やっぱりいいのみんみんじゃなくてね、えー、キラキラ光っちゃうっていうことなんでしょうね。 はい。でも、あの、日本の予測がね、ちょっと甘いんじゃないかと思ってます。はい。えーまあ、そういうことです。もうね、えー、すごかったですからね、8月もね、えー、20%とかって言ってますからね、あの、キラキラ光ってんのがね、超過のやつがね。はい。まあ、そういうことです。えー、またあ、復活していましたということで、えー、こちらをご紹介いたします。ぜひね、あの、飛んでってみてください。はい。 えー、ディーゲルの予測さんでございます。はい。えー、どうしてね、こういう結果になるかっていうのは深く追求しないように <laughs>、はい、お願いいたします。はい。まあ、皆さん分かってますよね。はい。えー、あの、お察しくださいということでね。はい。それでは、あまたごきげんよう。沖縄おばばでございましたはい。今日のおやつは、栗生八橋に決まりでございまーす。